こちらモグール M8 というモデルなんですけれども、水中ドローンになります。高い推進力、パワーが強いということと、あとはすごい機動力があるモデルになっております。360度機体を回転させることができます。パワーが強いモデルですので、流れの速い環境でも使うことができます。であとダイバーさんが今減少している状況ですので、ダイバーさんのお仕事の何かこう補完になるような形でこの水中ドローンが使っていただけたらいいなと思っております。今回ですね、日本でまだ初めて出したモデルですので、まだ実績はこれからというところになりますけれども、漁業関係ですとか、あとは工事の港湾関係のところで、撮影をしたりとか、その後オプションつけながらですね、濁った水の中を立体に撮っていくとか、そういった形でご利用いただけたら嬉しいなと思っております。